キングコングと構造物の、まあ、調査、まあ、保存の研究をもう今中心的に進めているというそういう状況です。でも我々がその、まあ、私なんか専門にしている、鉄筋コンクリート構造のですね、まあ寿命という観点でいきますと、年数でいうとですね、まあ、ざっと60年から100年、まあ、100年というのはあまり経験はないんですけども、まあ、なんとなく60年強ぐらいのイメージで捉えられているのが一般的じゃないかなと思います。問題は真の寿命はということなんですけども、実はそれは、本当に設計した通りになっているかどうかっていうのは、我々鉄筋コンクリート構造物を扱ってまだ100年しか経験ないものですから、実のところはよく分かってないというのが現状ですね。いわゆる座学とか実験室実験のレベルでですね、こういう理由で傷むという、まあ、そういうデータたくさんあるんですね。でそれに基づいてこう我々は実構造物を評価していくんですけども、建築の世界に突如としてではないんですけれども調査できる対象として軍艦島が長崎市の委託を通して、まあ、出現したという、それが極めて貴重ですね。まあ、そこまで劣化した構造物群というのは私の知る限りでは世界中どこを探してもないはずです。でも今までの知見でいうとですね、これぐらいの量入っていればもう当然鉄筋は腐食するよねというのは実験室実験ではあるんですね。ところが行ってみたらそれよりもはるかにもう数倍の量の有害因子ですねが入ってても、実は、必ずしも鉄筋が腐食しているわけではないという、我々が従来思ってた常識がですね、実は実構造物を目の当たりにしてそうではなかったと。まあ、現状として、ああいう構造物があります。部分的には鉄筋は腐食してます。でも部分的には意外とそうでもないところがあります。あの状態で、保存する、もう腐食している鉄筋は見えたままの状態で、保存する。補強の方法は鉄筋は腐食しているけれども、それがいかにも腐食しているのか分からない状態で補修するとかですね、そういったところの研究開発、そういった技術は今ないんですね。それを開発する、まあ、シーズを与えてくれているという意味で、まあ、ブレイクスルーの、まあ、可能性を持たせてくれているっていうことかと思います。まあ、地区その、まあ、数十年経過した建物で、実はその鉄筋が、もう50年も経ってるから、鉄筋が腐食してるはずなので解体されていく建物って今でもたくさんあるんですね。我々が今材料分野でそうやって調査して得られた知見とか、まあ、これから開発していこうと思われる技術がですね、建築物のこう保存に役立てばいいかなと思ってます。例えばそういう技術があると、まあ、古くていいものの横にこう先端的な建築物の建つとかですね、こういろんなこうバリエーションあふれる都市が、待ってるんじゃないかなと思うんですね。